ターナショナル株式会社の提供するサブスクリプションサービスは、必要最低限のデバイスを目的に応じて選択し、設置、見える化、月1回のレポート作成、生産性向上のためのコンサルティングなど、IoT デバイスサービス全般をご提供するもの。毎月定額なので、スモールスタートが可能です。それでは具体的に解説していただきましょう。弊社の方は海外と輸入輸出をしておりまして、現場さんを回っていますと IoT とかデジタル化の必要性は認識されてますけれども、なかなか導入が進んでいないっていう現状がございます。ただ IoT を導入するということでも大手の電機メーカーさんとかにお願いしますと、結構値段が高い、数百万とか数千万とかっていう金額が出てきます。ただそういう金額ではなかなか手が出ないという実態もございますので、この IoT 化っていうのはもっともっとシンプルに安く簡単にできますよということを皆様にまず気づいていただきたいということを念頭において、企画いたしました。例えば現場で大切な業務の一つが機器の保全、安全運転に欠かせない温度管理。しかし決められた時間にチェックすることは業務の負荷になると同時に、温度の異変に気づいた時にはすでに手遅れということも少なくないというのが現状です。それらをいち早く知るきっかけの一つがデバイスによる IoT 化。ワイヤーっていう金属を細くしていく機械の新線機っていうのがあるんですけれども、サブスクリプション の, サービスといいますのは、センサーまたは PLC からのデータを取りまして、それをクラウドに上げまして見える化すると、その見える化したデータをもとに分析をしまして、生産性向上ですとか予防保全を行うと、そういう全般 の, サービスを行っております。今まだ始めたところなんですけど、たくさんのいろんなデータが集まってきまして、それをこう社員でみんなでこうああだこうだ言っていますと、またここを取ってみたい、このデータが欲しいっていう、次のどんどんこう前に前に、要求する、そういった、活気のある、意見が出てくるようになってきました。まだこれから IoT やってみたいなと思われるところには、まずやってみるという簡単なところからできますんでね、非常に魅力のあるサービスじゃないかなと考えてます。さらにIoT デバイス以外には電子帳票を検討しています。単純に紙のものを電子化するだけではなくて、あくまでこれは生産性向上であったりとか、デバイスのデータを吸い上げていかに効率的に仕事を進めていくかということが目的のものになっておりますので、 IoT デバイスのサブスクリプション事業とはまさに考え方がマッチするものだと思っております。将来的にはですね、このワイヤー&ケーブル業界における定額 IoT ビジネスの先駆者の地位を確立したいと思ってます。今後も目が離せない東方インターナショナルが展開する IoT デバイスパッケージのサブスクリプションサービス。不必要な機器への投資を減らし経費削減が見込め、現場の IoT 化へ向けて第一歩にもなるサービスです。ぜひご活用ください。